今日は晴天に恵まれました阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋。まずはタイガースの先発、これから注目のバッターは4番村上。連打でチャンスを広げた場面となっています。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。里崎さん、犠牲フライを防ぐ2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0タイガース。さあそして打席には石峰が入っています。さあなおもピンチの場面、ここは差を詰められないように流れを断ち切っておきたいですね。なるほど、そうですよね。ここは三振を取る、走ってきた、スクイズやってきた。有原一塁送球します。アウト、ツーアウト。ファイターズさらに1点返しました。スクイズを決めてきました。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあこの辺りで中押しができると展開としては理想的ですね。そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには吉田が入っています。次のボールは甘くなると痛い目に。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。セカンドランナータッチアップ。打席には1番バッター太田。タイガースこの回2点を入れています。さあ4点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。2球目打ちました。セカンド取った、1塁へ送ります。1塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げて、バッターボックスは9番西川。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。見逃し三振、ランナーは動けません。スリーアウト、チェンジ。しかしこの回、試合を制したのは阪神タイガースです。今日は打撃で圧倒しました。本当に打線がつながった、頑張ったゲームになったと思います。よく晴れた天気になりました。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、まずはタイガースの先発。さあこの場面で迎えるバッターは4番村上。
ここは勝負をしません。これは次のバッターは気合が入るでしょうね。さあこのチャンスでバッターボックスには5番の内川が入っています。インサイド、打球は左中間へ。この打球はフライになっています。高山が掴んで3アウトです。タイガース2者残塁です。得点は奪えませんでした。打順は2番近本。攻め切り。バッターボックスには9番西川。はい、バッターボックスには代打のグラシアル。ここで申告敬遠を選択。バッターは一塁に向かいます。勝負を避けました。さあそしてバッターボックスには荒木が入ります。さあチャンスが続きます。外の球打った、ショートの左、一塁へ、一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。さあマウンド上の浦野、無失点の好投でここまで来ました。まあここは際どいところも当てていかないといけませんね。三振になります。ワンアウトです。バッターは DH 中山。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあさっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですよね。打ちました、ビシエド。一塁そのまま入ってアウト。さあ球数的打順は1番に帰ります。バッター石井、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはここで声をかけました。さあ注目しましょう。打ちました、セカンド取る。これで3アウト。試合終了になりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。継投も阪神タイガース対オリックスバファローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。まずはタイガースの先発、
さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあこの場面でルーキーの近本、送ります、取りました、一塁へ、アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。さあそして打席にはビシエドが入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがチャンスが続きます。この流れに続いて先制してしまいたいですね。なるほど、ランナースクイズやってきた、サードが取る、一塁送球、サードランナーホームイン、タイガース1点を先制しました。タイムリー内野安打、1対0、タイガース。さあそしてバッターボックスには近本が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そう、ランナースクイズだ、三塁方向、ピッチャーが抑えた、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点、2対0になりました。さらにリードを広げます。バッターボックスは6番甲斐、まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですがまだまだ攻撃の手を緩めません。走ってきた、スクイズやってきた、取りました、一塁送球、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。タイムリー内野安打、8対1、タイガース打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。西さん、ファンとしては気持ちのいい試合だったのではないでしょうかね。いやそうなんですけどね、あの打ってるバッターはねもっと気持ちがいいですよ。非常に見ていて気持ちのいいゲームになりました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。今日は晴天に恵まれました阪神タイガース対中日ドラゴンズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まずはタイガースの先発、さあドラゴンズ打線相手に、さあここで迎えるバッターは DH 荻野、サード取った、一塁送球します、アウト、ワンアウトです。いい形でアウトが取れましたね。ただここからが大事ですからね、無失点のまま切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには3番の青木が入っています。インサイド落ちました、ヒットになった、ホームに送球する、タイガースさらにピンチになりました。ランナー3塁1塁となりました。さあそして打席には桑原が入っています。さあピンチは続いています。向こうの攻撃がいい流れになり
ここで申告敬遠を選択。勝負しません。バッターは一塁に向かいます。しっかりと落ち着いてアウトを取りに行ってほしいですね。さあこの場面で打席には5番の今江が入っています。三振を取りたい場面ですよね。外の球センター前へ抜けていく。ホームへ。サードランナーホームイン。ドラゴンズ先制しました。1対0。タイガースさらに満塁のピンチが続きます。さあそしてバッターボックスには吉田が入ります。さあここは追い上げておきたい場面。なんとか得点まで行きたいですよね。そうすれば流れも変わってきますよね。なるほど、そうですよね。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけ。バントしました。今江一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウト三塁二塁です。さあそして打席には甲斐が入っています。さあワンアウトになりましたがチャンスが続きます。ここで1点ランナースクイズしてきた。あっとフライになった。取ってアウト。アウト。ダブルプレーで3アウト。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回終わって3対0。ドラゴンズがリードしています。打席には4番バッター村上。このチャンスをものにして勢いをつければまだまだ分かりませんよね。さあどんどん点を返していきたいところ。ここで声をかけました。さあ注目。初球打ちセンターへ抜ける。センターの前、あっという間にセンター前へ。サードランナーホームイン。1点返しましたタイガース。センター前のタイムリーヒット。5対1。タイガース。バッターボックスビシエド。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを2塁に置いています。ライト方向を流しました。1、2塁間を破る。ホームに送球。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには指名打者の村上。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットでランナー三塁一塁。空振り三振。ランナーは動けませんでした。ボール球に思わず手を出す。いい当たり。大きい。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至る。赤星さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転できる可能性が出てくるとすればどういったプレーが必要ですか？とにかくランナーを貯めることですよね。そうですね。その展開作ることができるんでしょうか？打ちました。ショートが取る。一塁送球。アウト。ワンアウトです。バッターボックス甲斐。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。2アウトです。打順は8番太田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトになっています。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあ月並みですけど。見逃し三振。試合終了。残念ながらタイガース敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見
阪神タイガース対読売ジャイアンツのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。まずはタイガース、そしてバッターボックスは4番長坂。これはどうか、ヒットになりました。バックホームするタイガース、さらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには藤田が入ります。さあなおもピンチが続きます。インサイド落ちました。柴田が掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。バッターは3番の内川。ここで申告敬遠を選択。さあそして打席には村上が入っています。さあチャンスが続きます。ここは相手バッテリーがゲッツを狙う。初球打ち、これはどうだ、ショート取った、一塁送球アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、先制のスリーランホームランです、タイガース。初球でした、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。タイガースが先制しました。3対0。頼り、バッターボックスには2番近本。次が4球目、ここはランナー返せません、ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスには内川が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。まず何を投げてくるか、セカンドランナー打ちました、高く上がった、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。打順は4番村上。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。改めてお聞きしますが、チャンスの場面振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。ここで声をかけました。さあ注目します。初球打ち、右中間に強い打球、さあどうだ、右中間破っていきました、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、7対1。タイガースが見事勝利を収めました。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思います、今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったタイガース、大量点を取って
好天に恵まれました阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。まずはタイガースの先発、さあ5番、さあそして打席には近藤が入っています。さあ得点圏には先制のランナー、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ファイターズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット。1対0。タイガース。さあタイガース同点のチャンスを迎えています。早い回に追いついておけば楽になりますからね。なるほど、そうですね。まあただ彼はどちらかというとチャンスに弱いバッターですけど、ここはなんとかしてほしいですよね。送りバントだ。キャッチャー取った。一塁送球、内野安打。さあ逆転のランナーも出塁します。さあそしてバッターボックスにはビシエドが入ります。さあチャンスが続きます。攻撃がいい感じになってきてるんで、同点に追いついて流れをつかむ。ランナースクイズだ。左方向へ転がした。ピッチャーとおっと送球が乱れた。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース同点、1対1。振り出しに戻りました。バッターは2番近本。攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。打った、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った、ホームラン、ツーランホームラン。見逃せばボールかというコース、しっかり引っ張ったあたりはスタンドまで届いています。追加点が、見事な一発が飛び出しました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人。
よく晴れた天気になりました。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞ。まずはタイガースの先発、チームに勢いをつけることができる。さあ、そして打席には高橋が入っています。ここは気をつけたい打順ですよ。さあ、先制を防げるかという場面。まあここまで両チームゼロで来てるんで、先制点は重要になってきますよね。なるほど、そうですよね。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。右中間へ、これは面白いところに飛んでいる。セカンドランナースタート。ツーアウトランナー三塁と変わります。さあ、そしてバッターボックスには宮崎が入ります。ここは気をつけたい打順ですよ。さあ、ツーアウトながらピンチは続きます。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあ、外してくるのか。空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。さあ、タイガース一打先制のチャンスです。まあピッチャーのことを考えると、そろそろ点を取ってあげたいですね。なるほど、そうですね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。ここは勝負をしません。申告敬遠。ここはしっかり決めないといけない場面ですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には7番の甲斐が入っています。ここは併殺だけは避けたい。バントしました。三塁方向、ピッチャーが抑えた。際どいタイミング、一塁アウト。送りバント成功。ワンアウトランナー三塁二塁です。西さん、犠牲フライ。スクイズしてきた。右方向へ転がした。キャッチャーが抑えた。一塁アウト。太田、見事スクイズを決めた。主導権を握っていきます。バッターは3番ビシエド。インサイド打った。サード取った。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。さあ、そして打席には村上が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあここでの追加点は相手へのダメージも大きいですから、なんとか得点に結びつけたいですね。なるほど、そうですよね。ランナースタート。キャッチャー三塁送球する。三塁タッチアウト。盗塁失敗。初球からスタートします。西さん、ランナーがいなくなってしまい、2球目打ちました。藤岡、1塁アウト、3アウトです。この回タイガース。さあ、マウンド上は高橋。完封を予感させる投球でここまで来ています。里崎さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。まああと1イニングですからね、ここはしっかり抑えてもらいたいですね。そうですね、ピシャリと抑えることができるんでしょうか。打ちました。高いバウンド、ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。打順は3番ロペス。前の打席ではフォアボールを選んでいます。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ビシエド、一塁そのまま入ってアウト。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。ここで声をかけました。さて、バッターボックスの高橋、バッターとしては三振です。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な完封勝利です。
本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しい。阪神タイガース対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔で。まずはタイガースの先発、さあタイガース打線、さあそしてバッターボックスにはブラッシュが入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。ここはゲッツーを取るようなピッチング。アウトコース打ちました、取った、二塁そのまま入ってフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。さあそして打席には中田が入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。送ります、キャッチャーが取る、一塁送球します、ツーアウトになりました。送りバント成功です。ツーアウトランナー三塁、バッターボックスは4番村上。ここはツーアウトにはなりましたが、送りバントを選択してきました。まあここはどうしても1点欲しいという判断でしょうね。さあタイガース1打数打ちました、取った、一塁へ、アウト、スーパープレイ。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。さあそしてバッターボックスには村上が入ります。ここはいいバッターが続きますから、チャンスですね。さあ先制のチャンスです。終盤前に先手を取っていきたいですね。なるほど、そうですね。4球目は何で来るか、センターへ、ここは打ち上げています。抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。つながらなかったですね。まあ、ただ次が彼なんでね、非常に面白いと思いますよ。はい、その期待のかかる清田が打席に入っています。送ってきた、一塁方向、キャッチャー取った、一塁送球、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ツーアウトランナー三塁。ショートの右、掴んだ、一塁アウトでスリーアウト。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんで。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の太田。
前に飛ばしたかったんですけどもね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには9番のヤマトが入ってきます。バッターボックスには代打のグラシアル。ワンアウトランナー2塁です。さあ西さん、ここでまずは同点に持ち込みたいですね。まあせっかくね、形作りましたからね、まず追いつきたいですよ。そうですね、この起用に応えたい。右中間へ、さあいいところに飛んでいる。ここはフライになっています。セカンドランナータッチアップ。2アウトランナー3塁と変わります。さあそして打席には西川が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。このバッターでしっかり追いついておきたいですね。なるほど、そうですよね、はい、バッターボックスには代打の吉田。2アウトランナー3塁です。さあ西さん、ここでなんとか同点に持ち込みたいですね。そうそうチャンスは来ませんからね、ここで決めたいですね。そうですね。レフトへ上がりすぎたか、この打球はフライになっています。掴んで3アウト。追いつくことはできませんでした。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか？いやー本当ですね、まあここまで来てしまいましたけれども、まあ最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。打ちました、大きいアウト、ワンアウト。打席には3番バッター中田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インサイド打ち上げました。右中間へ打球伸びる、ライトが取りました。2アウトです。バッターボックスには4番村上。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。2アウトになっています。点差を引っ張った、ヒットになった。村上、今日の初ヒットがここで出ました。2アウトランナー1塁。バッターは DH 日岡。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッターボックスには代打のビシエド。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打った、センター前抜けていく。ファーストランナーセカンドがマスを蹴った、センター前ヒット、見事起用に応えました。バッターボックス佐野。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあタイガース同点のチャンスを迎えています。はい、バッターボックスには代打の近本。ツーアウトランナー三塁一塁と変わります。さあ西さん、ここは祈るような気持ちですよね。なんとかね、同点に手が出ません。三振、試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、完封負けを喫しました。タイガースは屈辱の黒星となりました。西さん、今日は打線が